問来てた。ロースクールを出て弁護士になるのと予備試験に合格して弁護士になるのはどっちが有利ですか。結論、有名な五大事務所に入りたいなら予備試験の方が有利かも。初任給が高いことで有名な弁護士五大事務所、西村朝日、 TMI、 森浜田松本、アンダーソン毛利友常、長島王の常松、この五大事務所のいずれかに入りたいなら予備試験の方が有利かもしれない。弁護士業界で有名なシュルジーブログさんの分析によると、五大事務所の新人弁護士は予備試験組が半分以上を占めていることが多いという。学歴エリートが集まる五大事務所からすると、次の応募者は履歴書化して、あ、ロースクール卒か、まあ普通やな。次の応募者は、お、この子は予備試験組か、大学在学中に予備試験に合格してるし、まだ23歳、優秀やな。おい、秘書ののりこちゃん。はい。この予備試験の子、面接呼んどいて。はい。って感じだと思う。俺の想像では。より詳しい情報が知りたい人は、シュルジーブログさんの五大法律事務所の新人弁護士の最終学歴データっていう記事を読んでみて。あと法律